さんと学生レポーターは内藤真美子さんです。それではお二人から自己紹介をしていただきますので、それでは曽根山さんからお願いいたします。はい、はじめまして、私玉造温泉調整閣から参りました園山恵里と申します。私は松江出身で高校卒業し調整閣に入社をいたしました。現在入社10年目ということで、なかなか女性社員が10年続くということはないと言われておりまして、生きた化石と言われております。はい、本日は皆様に少しでも、お役に立てるお話ができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。グランドホテル調整閣さんで今一番こう力入れてらっしゃることってありますか？はい、そうですね、200年続く調整閣なんですけれども、常に新しいことに、チャレンジをしております。その中でもですね、当館に中庭が、あるんですけれども、その中庭一面に、カレードスクリーンというものを設置し、いろんなコンテンツをですね、さまざまな映像を、映し出して、滞在中のお客様に喜んでいただけるような工夫などをしております。それは来られた方すごい喜ばれるんじゃないですかね。そうですね、やっぱり今ちょうどこのコロナ禍という状況で、夏祭りが中止だったりとか、そういった中で、花火の映像を映し出したりとかして、少しでもお客様にそういった気分を味わっていただけるような演出をしております。はい、ありがとうございます。はい、すごい素敵な試みだと思います。それでは学生リポーターの内藤さん、自己紹介をお願いいたします。はい、学生リポーターの内藤真美子です。島根大学人間科学部1回生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではですね、早速進めていきたいと思うんですけれども、今回もですね、3つのテーマについて女子トークをしていただきます。見てくださっている参加学生の皆さん、どんどんですねコメントいただければ私拾って伝えて質問していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではまず1つ目のトークテーマです。今の会社に入社を決めた理由についてということで、女子トークスタートしていただきますので、質問お願いいたします。今ありましたよね、はい、今のこの調整閣さんに入社した決めというか理由は何ですか？もともと私こう調整閣に入社をしたいっていう希望があって実は入ったわけではなく、自分の性格上こう座ってじっとっていうのがちょっと苦手なタイプで、それじゃなくてこうやっぱり人と接したり、こう自分自身がこう動いてたいっていう性格なので、そういった面で職業を探した時にちょっと旅館業も一つの自分の視野の中に入ってきて、で調整閣に見学に行った時にまず第一印象が同世代が多い、それが私の中でこう一番魅力的で、旅館っていうと私の中でこう割とこう年齢層も高いイメージが、ね、年齢層も高いイメージがあります。私 もうそれしかなくて、でも入った時にもう若手の先輩が本当に多くって、やっぱこの中で仕事をすればこう何か困った時とか気軽に相談ができたりとかっていうのができるなっていうふうに思って、ここに入ろう、調整閣に入社しようって決めました。なんか実際その例えば困ったことがあった時とかに、その相談しやすい先輩みたいな方はおられましたか？そういう先輩しかいなかったです。おー、すごい頼もしいですね。こう気にかけてくれたり、常に声をかけてくれたりとか、でこう休みがあったりするとちょっとご飯行こうよとか、そういった声かけがあって、本当に日々もう楽しいっていう、いいですね。なんか楽しいのが一番だと思ってるので、その仕事が楽しいっていうのがすごいいいなと思います。なんかもともと旅館希望ではないということですか？そうです、接客はしたいなっていう気持ちはあったんですけど、旅館っていうそういう、 こう絞りはなくて、ちょうどその時に見学してますっていうのを知って、行ってみようかなっていう、そういうなんかこう 軽い気持ちじゃないですけどっていったところが、やっぱり自分自身が働いてみたいなって思うところで入社をし、もう今10年に至るという、すごい10年もなんかそう、今日も着物で、そうです、はい、着てもらっていただいて、すごい可愛いな
憧れでも入った時に、うん、自分でやっぱりこれを着付けできるっていうのは一つのこう、まあ、自信じゃないですけど、この職業だからこそこういった着付けができたりとか、あと一番学べるのが礼儀作法、うん、あ礼儀作法、礼儀作法が、ね、うん、やっぱりもしこの職を離れたとしても、うん、絶対に役に立つことだし、うん、そういった部分がこう一から学べるっていうのはすごく大きかったです。だからどこに行っても、うん、そのなんか接客とかにしても、うん、なんかそのお客さんに対してっていうのだったら、うん、なんかどこでも使えるスキルというか、絶対大事なことだと思うから、うん、普段から大事ですね。そう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 、なのでそういったものが一から本当に教えていただけるっていうのは、うん、ありがたいなっていうふうに、入社した時はそんなに思わなかったんですけど、正直18で入ってその時はあまりそういうこと思わなかったけど、やっぱりこう入社年数が長くなるにつれて、うん、やっぱこう学べてよかったなっていうふうに思ってます、うん、なんか客室担当っていうことなんですけど、うん、はい、なんかすごい大変だった、うん、これ大変だったな、うん、でもなんかちょっとよかったなみたいなこととかってあります、うんうん、そうですね、仕事をしてる中でやっぱり自分の担当するお客様っていうのが決まってるんですよ、うんうん、その中で、まあ、時間が重なっちゃったなとか、うん、ちょっと自分の中でこうあんまりまあ、うまく接しされなかったなとか、うまくお話会話ができなかったなって自分の中でそういう、こうマイナスな接客しかできなかったかなって思った時に、お客様からエリさんでよかった、ありがとう、また来るねっていう、そういう自分がこう落ち込んでた時に、でもお客様の中では自分の接客が喜んでいただけたんだってそう思った時にすごく嬉しかったです、うん、いいですね、うん、なんかその職場の雰囲気も楽しくて、うん、しかも仕事内容もなんか嬉しいみたいな、うん、なんかその自分にプラスなことばっかりですごいいいなって思います、うんうん、盛り上がってまいりましたね、はい、はい、それではですね、続いてのトークライブにも、トークテーマに進んでいきたいと思うんですけれども、業務改善など自らアイデアを出したことがあるかっていうことで、同じ質問ですよね。ではお願いいたします、はい、そうですね、まあ、自ら、まあ、業務をこうしたいっていうのは、うん、あまりこう私の中で提案をしたっていう記憶は、まあ、ちょっとないんですけど、逆にこういうことをこうみんなでこう やっていきたいというかチャレンジしたいっていうのは、うん、ありますね、うん、今ちょっと現在行ってるんですけど、うん、社員の中で楽器を演奏できる、うん、社員が実はいたということが判明しまして、判明しますね、でそういった子たちっていうのはやっぱり楽器がすごく好きで、でもやっぱり今なかなか就職してからそういった機会がまあなくて、ね、うん、なんですけど今そういった楽器吹ける子たちがお客様の前で、うん、演奏、あいいです、ね、喜んでいただけるような演奏をしています、うん、で自分たちでこういう曲を次やりたいんですけど、うん、どうですか、いいですかとか、自分たちで楽譜を書いたりとかして、すごい、うん、多分どこも やってないかなって、ね、すごい、なんかその自分の好きなことを、うん、その仕事で提案してさせていただけるっていうのがすごいまた楽しいなってる感じです、ね、いいですね。そうですね、やっぱりいつもと違うみんなの表情が見れたりとか、あそうですよね、うん、吹いてる楽器とかやってる時と、うんうん、いつもの例えばお客さんの仕事中の顔って全然違う、全然違うから、それに逆にこうびっくりさせられたり、こっちがこっちが、うん、そういう一面もあったんだっていう、でも楽しいですね、いいですね、なんかいいなって、めっちゃいいなしか言ってない、楽器できます私、うん、楽器できないです。カスタネットぐらいならいけます。お、いいじゃないですか。いいじゃないですか。私も打楽器やってたんで。あ、すごい。うん。あ、じゃあ今も。いや、私は参加はしてないんですよ。あ、見る側。見る側で。はい。いいですね。なんかその、さっきもあったんですけど、そのお客様にその対応するときに、その気をつけてることとか、うん、その心がけてることとかもちょっと教えていただきたいんですけど。そうですね、まずは、言葉遣いですね、はやっぱりもちろん、まあ、一番接客する上で気をつけなければいけないことですし、あとは、立ち姿とか、座ってる姿勢だったりとか、手の位置だったりとか、私たちは常にお客様にやっぱり見られてる職業だから、やっぱりこう仕事を事務所に入の中にいる時でも、やっぱりお客様の前だけで
じゃあちゃんとしようっていうのはなかなか難しいから、うん、そういったこう社内での部分でもやっぱりきちんとそういうことができてないと、うん、お客様の前に立った時に言葉遣いだったり、こう姿勢、いい姿勢だったりとかっていうのができないと思うので、うん、そういった部分は特に気をつけてますし、あとあの小さいお子さんとかも来られるんですけど、そうですね、うんうん、なんですけど小さなお子様に対しても私たちはやっぱりこう、まあ、敬語じゃないですけど、うんうん、あまりこう慣れ慣れしく接しないようにっていうのは、気をつけています。なんかすごいなんか、うん、なんか普段からそういう礼儀とか言葉遣いとかをちゃんとしてるっていうのがプロ意識がすごいすごいかっこいい、うん、私たちはもう一人一人がやっぱりプロだと思ってお仕事をしているので、うんうん、まあ、そういった意識っていうのは大事かなと思います、はい、ありがとうございます、はい、もうどんどんですね、あの質問入ってきてると思うんですけれども、この3つ目のトークテーマについてもなんですけれども、どんどん直接聞きたいことを学生リポーターがぶつけるっていうものなので始まってはいるんですけれども、続きでどんどん質問してみてください。なんかちょっと私プライベートなことっていうか、はい、趣味とかってありますか？これが趣味ですって言えたらいいんですけど、私も性格的にあの本当に飽き性でいや、わかります、わかります。何も続かなくて、うん、わかります、わかります。小さい時は本当に習い事をたくさんさせてもらったんですけど、どれも本当1ヶ月も続かなくて行かなかったり、教材が溜まってきたり、でやっぱり親からもうダメって、うん、なんですけど、こうもうそれでも調整格差に10年そうなんですよね。それはもう家族が一番びっくりしてますすごい、うん、絶対にその性格上10年もそんなに続かないだろう、すぐ帰ってくるだろうって、もう私その寮生活だったので、すぐ帰ってくるだろうってまあ親も思ってたので、うん、はい、あんまりこう準備をせずに寮に入ったんですけど、うん、そうなんです。それがもうあれっていううちに10年、うん、すごい続いてます。はい、なんかやっぱりぴったりハマるところが、そうですね、うん、本当に自分の性格に合ってるっていう、本当にさっきもおっしゃったように、うん、ぴったりハマってる状態なので、うん、今10年頑張ってこれてます、うん、すごい、はい、すごいです、すごいと思います。なんか私も飽き性っていうか、うん、三日坊主みたいなところがあって、うん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 、なんかあれやろうって思っても、うん、なんかすぐ続かなかったりとかするんですけど、うんうんうん、なんかそれでも多分ぴったりハマるのが私にもあるのかなって思うと、ちょっと、うんうんうん、そういうやっぱり今職場の雰囲気だったりとかっていうのがあったからこそ、ここまで10年今頑張れてるのかなっていうふうに思います。すごい聞きたいことが聞きましたありがとうございます、はい、なんかそうですね、そうですよね。なんか私もなんかこれといって趣味がなくて、うんうん、なんかそれをちょっと引き目に感じる時があるんですよ。なんか友達とかと喋ってると、うん、この前なんとかだったみたいな話とかすると、うん、なんか私喋るネタがないみたいな喋れないから、そう、続かないから喋れないみたいな、うん、でも逆にあれですよね、うん、それが私の場合はいい方向に行ったので、うんうん、ったの、それは自分自身がどうこうではなく、うん、職場の雰囲気、周りの環境がすごく恵まれていたことだと私自身思っているので、うんうん、あと、はい、ちょっと先生コメントが入ってます。はい、はい、一日の流れを教えてくださいという質問が来ております、はいはい、そうですね、勤務体制はこう2パターンあるんですけど、はい、まず1パターン目が、まずあの朝食 の、 あのスタッフとして、朝ちょっと早いんですけど朝6時に出勤して、でそこから1時間準備し、7時から朝食会場からオープンして、でお見送りまでして、まあそれが10時ぐらい、朝10時ぐらい、まあそこから休憩を1時間挟んで、で次に、当日のお客様のこうお部屋のセッティングだったりとかっていうのをして、2時半に終わるっていう業務と、あとは午前出るメンバーと、あと午後出るメンバーもいるので、午後は、13時半から、はい、うん、お客様の入られるお部屋の点検ですね。あ、うん、人数は合ってるのか、ちゃんとした備品とかが用意されているのかっていうチェックを全部屋みんなでして、であとは夕方3時からお客様のチェックインのご来館の時間になるので、うん、それに合わせて私たちもお出迎えだったりとか、うん、あのご案内をしたりして、うん、で夕食は、一番早いお客様で18時からなので、うん、それに合わせて私たちもスタンバイをし、うん、お料理の提供だったりお飲み物の提供をして、
夜、10時までという勤務ですね。うん、じゃあそ10時で終わったらそのまま帰宅、うん、あ、そうです、そうです、はい、すごい一日の明るい、そんな、うん、なんか旅館って泊まりに行くことしかないから、うん、その普段その裏側でどういう風に働いて取られるのかっていうのがその詳しく分かったのが、うんうんうん、そんな働き方なんですね。そうです、うん、ただまあちょっと今までは当社もなんですけど中抜けと言いまして、うん、朝出て、うん、一旦抜けて、うん、夕方また出勤っていうスタイルが、うん、こう旅館ならではというか、うん、なんですけど、まあちょっとそういうのをもうやめにして、うんうん、中抜け勤務を廃止し、もう通しでっていう、朝6時に来たのであればもう2時半で退社、うん、で午後は1時半から10時までっていう、うん、そういう勤務の仕方に変わったので、働きやすく、はい、実際私は中抜けも経験してるので、あ、そうですね、そうです、そうです、経験してるのでその働きやすさっていうのを一番感じてます。あ、はい、すごい、うんうん、他に質問ありますか？あとなんかさっきちょっと話が戻ってしまうんですけど、うん、なんか最初の方は寮に入られてたっていうことなんですけど、うん、調整閣さんは今でも寮が、うん、あります、はい、あるんですね、女子寮男子寮とあります。やっぱり勤務によっては時間、うん、朝が早かったりとかもしたりとか、 あ、ね、あとはやっぱり自宅が遠かったりとかっていう子もやっぱり多いので、うん、寮に入って、うん、会社のすぐ近くにあるので、うん、そうするともう通勤もしやすいですし、仕事が終わった後もすぐに帰れるという状況なので、うん、そうですよね、私も寮に入って生活してました。ドコメントが来てまして、はい、女性社員で、うん、10年目って長いっておっしゃっていたんですけれども、うんうんうん、女性が働き続けるのは大変ですかということで質問が来ておりますが、いかがですか？そうですね、私が実際まあ10年働いていて、そんなにこう大変っていうふうに思ったことはあまり、そうですないですね。そうですね、うん、なんかどちらかというと、うん、あっという間に10年、そうです、もう本当に1年があっという間に過ぎるので、10年、もう10年みたいな感じで、うん、職場はやっぱり女性の方が多い、うん、今はまだちょっと男性の割合の方が多いですけど、うん、ただ女性も多いので、あ、うん、若い子は特に多いので、あ、はい、やっぱりその年代は20代とか30代とか、20代、18の子もいれば20代もいるので、はい、その年代が一番多いかもしれないです。そうなんですね、うん、なんかちょっと意外、なんか最初にも話されてたみたいに、うん、多いとやっぱ安心できるというか、うん、ね、うん、同世代が多いと、うん、うん、いいな、いいな、なんかそういったところでやっぱりこういう仕事したいっていうふうにやっぱ思ったので、うんうん、でもやっぱ魅力でしたね、うん、なんか旅館で働くイメージが変わりましたって言ってコメントもいただいてます、うんうん、なんか私も最初に思ってた旅館のイメージと全然お話を聞くかり違って、うんうんうん、なんかいいことが聞けたなって思います。私自身もそれを一番感じました10年働いて10年働いて、うん、若手多いと思って、うん、同世代多いと思って、全然もう印象がひっくり返りました、うんうん、でもなんかもっといろんな人にも知ってほしいですね。そうですね、うん、なんかやっぱり旅館っていうと年齢層の高い人が働くっていうイメージがやっぱり多いと思うので、うんうん、そうじゃないよっていうのを今日この場で今日はい皆さんにご理解いただけたらと、お分かりいただけれたらいいなと思っています。その山さんの着物のこの姿を立って見て、はい、見せていただきたいということがありますので、はいはい、あ、すみません、映りますかね、映りますかね、うん、全部前はこういう感じ、これ自分で着付けされてるんですか？はい、今日も自分で着て、何分ぐらいでそれ着付けられるんですか？入社当時は1時間、1時間くらい、もう更衣室がもう全身もう鏡張りのお部屋なので、すごい、で自分でこう鏡見ながら帯も自分で、すごい、お太鼓って言うんですけど、自分でこの形を作る、自分の体に合わせてこの大きさを、へえ、すごい、見えます、見えます、知ってます、はい、着付けは大変ですかって、着付けは大変です、もう最初はもう手が全然回らなくって、でも今5分ぐらいあればもう着れます。すごい、5分で、で服を着るより着物を着てる時間の方が長いので、もうさっと体が覚えてるので、もう5分ぐらいでさっと着付けてしまいます。すごい、はい、ありがとうございます、すごいですね、すごい
ありがとうございます。はい、時間になりました。そうですね。そうですね。はい。はい、それでは時間になりましたので、以上でトークライブを終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい。オンラインイベント会場テーブル D で行います。ぜひご覧ください。また12月26日土曜日から28日月曜日に年末島根ジャンボ企業博がオンラインで開催されます。島根県内の約100社の情報が配信されるイベントです。ぜひそちらも参加してみてください。最後にアンケートへのご協力もお願いいたします。それでは次のトークライブ開始までしばらくお待ちください。